皆さんこんばんは。明るく楽しくマニアック、指揮作曲分筆ネット音楽解説の徳岡直樹です。ここしばらくフルトヴェングラーの指揮したベートーベンの交響曲連続解説ということで、まず第二交響曲のたった一つの録音について、そして先週は全部で12種類の録音が残っているフルトヴェングラーの得意レパートリー破綻調第五交響曲の演奏、そしてついでにアーベントロートとオイゲン・ユッフムの同時代のベルリンフィルトの演奏も参考記録としてご紹介いたしました。で、今日は残る晩年の演奏6つなんですが、ここから1950年代の演奏になるということは、フルトヴェングラー最晩年4年半ほどの間に演奏を録音されたものということになります。そしてフルトヴェングラーが演奏しているオーケストラや演奏の場もかなり多彩になってきます。これが非常に面白い。まあ単なる神格化や絶賛とは言いませんけれども、これまでの定説が必ずしも当たっていないのではないかという危険なネタも含めて、今日もまた残りの6つの演奏についてお話ししまくります。はい、今日もどんどん進めていきましょう。今回もまた終了時間未定です。ドロマニコーナーも、まあ、あるのかどうか今の段階では未定です。あれ、だいたい動画を撮り終わってから、あれ話し忘れたと気がついて撮り直すものなんです。さて、1950年代に入っての最初の演奏、まさにその年1950年9月25日ここで初めてウィーンフィルを指揮した、しかもライブ演奏が登場します。1950年秋の北欧演奏旅行で、しかも9月25日と10月1日6日違いの破綻調第5番の録音が残っています。これがまたいろいろと興味深いものになっている。前回1947年5月25日と27日のベルリン版同様、隣接した日時の2つの演奏の比較の楽しみがあるんですが、今回たまたま偶然なんですけれども、10月1日のコペンハーゲン版の方を先に聞いてしまったんです。まあいいですよね、必ずしも演奏順に聞かなければいけないというものでもないので。そしてその結果、いろいろ面白いことが分かりました。はい、この10月1日デンマークでのライブ演奏ですが、この7コード版聞いてみると、ちょっとピッチが低いような気がします。少なくとも25日のストックホルム演奏よりは低いですね。あ、でもこれ後でお話しますけれども、逆にこのストックホルム版はやや高すぎる状態でレコードになっているものが多いんですよ。はい、この10月1日のデンマーク版、私この演奏が初めて公開され、こんな演奏があるのと驚きの中で迎えられた時、1985年86年くらいでしょうか、珍しく早い時期から LP で聴いていたんです。そして当時のレコード芸術の海外版視聴機で、檜山浩介先生がこのレコードを論評しておられるのも読みました。それがまさに当時すでにレコード化されていた9月25日のストックホルムとの演奏と、このデンマークの演奏の比較を含んだものだったんです。このデンマーク版、どういう理由によるのか、ダダダダーンの出だしはともかく、あれ頃に入ってからもテンポが上がりきらない。それも明らかにティンパニーや低音が一緒になって、バイオリンなどのメロディーよりも重いテンポで弾き続けるので、聴いていてかなり違和感があります。第一楽章の定時部、繰り返しをして2回目の冒頭部分になると、さすがに低減は徐々にテンポに従うんですけれども、それでもやっぱりティンパニーが重い。全体を引きずり気味にしてしまっています。これはかなり耳につきます。これはいつかまた独立した動画でお話ししたいんですけれども、1977年ですか、カラヤン・ベルリンフィルが不問館で演奏したベートーベン交響曲全曲のチクルスがあって、この中の第4番のティンパニーはフォーグラーではなくてウェルナー・テイリヒェンなんですよね。で、この4番、カラヤンのテンポにまるで抵抗するかのように、すごく重いテンポでティンパニーが鳴る。結果的にかなり鈍いアレグロに聞こえる演奏なんです。
ただこれにはいくつかの理由も考えられる。普段演奏し慣れない会場、特に不門館のような極端に大きなスペースで、その会場の響き具合に慣れていない。そしてティンパニー奏者というのはオーケストラにただ一人の独奏ソロ楽器で、しかも演奏全体に絶大な影響どころか、テンポ設定や音楽の流れを時には指揮者以上に支配する楽器でもある。もしかしたら慣れない会場のことで響き具合の感覚がつかみにくかった可能性もあります。これ簡単に意図的なものだとは言えないんです。そうするとこの10月1日のウィンフィルの第一楽章、これはフルトヴェングラーが本当に望んだテンポなのかどうかちょっとわからないところがあります。それというのも、こういうケースが実際に起こった時、それをあくまで自分のペースに戻そうとする場合と、ああこうした生き方もありかな、今日の流れはこうだと良い意味でオーケストラに合わせる、任せることもあるんです。それは惰性で仕事をしているというのではなくて、そういった要素も含めて生きた演奏、その時その場で生まれる演奏の面白みでもあると思う。しかしそれを踏まえても、このデンマークコペンハーゲンでの第一楽章あまり冴えません。第二楽章はいいと思います。そしてこれテープ音源なんでしょうね。ディスク録音のストックホルム版よりも録音がいいですし、ウィンフィルの美感というのがやっと聞けるようになる。じっくり歌い込んでいるんですけれども、それでもこうどこか肩の力の抜け具合というのが、緊張感とかテンションの面で保てていないと聞けるところもある。オーケストラのサウンドはいいんですけれども、どこかこう本調子でないと感じてしまうんですね。これは先週お話しした1947年のドイツグラモフォン版の第二楽章が意外におとなしいのと共通するところもあるので、簡単に否定的なものとだけ捉えることもできないです。でも第二楽章最後のクライマックスなんですけれども、ティンパニーにはこれ悪意がありますね。まるでフルトヴェングラーの指揮に従うまいとするかのようです。ひどい遅れです。目と遅れは違うんですけれども、これは冷静に聞いていてちょっと疑問です。これももしかしたら25日のストックホルムとティンパニー奏者が違うのかもしれない。ストックホルムのテンポ感覚、オーケストラの音の立ち上がりの良さを考えると、確証はありませんが、そういう可能性もあるような気がします。あくまで仮説です。皆さん、1953年5月末のウィンフィルトのベートーベンの第九の件覚えておられますか？いきなりドリームライフから同じ収録データを持っていた録音だったのに、従来とは全く違う新たな音源の第九が CD として現れた。それまで LP や CD、 それもチェトラ系や教会版、ドイツグラモフォンで親しまれていた演奏とは全く違う演奏だった。これもいろいろ言われましたけれども、結論から先に申し上げますと、あれは確かに同時期のウィーンでのフルトヴェングラーの第九、別演奏で間違いありません。我々あの時の数回の公演から2種類のライブを聞くことができるんです。特に目印になるのは第四楽章のティンパニーのめちゃくちゃな叩き間違いです。もうこれパニック状態です。そして一方、ドリームライフ版の方にはこんなミスはありません。この2つの演奏どちらが先か後かというのは、残念ながらこの録音だけでは分かりませんが、ウィンフィルということは、つまりは国立歌劇場のオーケストラのメンバーですよね。しょっちゅう乗り番折り番があって、時にはリハーサルをしたオーケストラメンバーと実際の公演のメンバーが違うなんていうことも起こりうるんです。それをクラウディオ・アバドが非常に嫌がったんですね。なのでこのベートーベン第九も、そしてこの2つの北欧でのベートーベン第五も、ティンパニ奏者が違うというのは十分にありえます。
さて1950年代以降のフルトヴェングラーの第5の演奏にはちょっとした多様式の混合の傾向があって、まあ両極端ですけれども、1954年2月3月の EMI 演奏のようなどっしり型、反面1947年の復帰演奏初日のような活気、異様テンションの要素が演奏時期、時系列に関係なく突然若返ったり逆に巨匠化することがあります。それで見るとこのデンマークの演奏なんかもまあ簡単には言えませんけれども、どちらかというと活気型ではなくてどっしりじっくり余裕傾向の演奏です。そのためかこれ第三楽章はテンポ自体はゆっくりめですが、リズム感はすごく良い。この第三楽章の中間部大変充実したものだと思います。フィナーレも同じです。ベルリン復帰演奏に比べるとちょっともっさりした感覚はありますけれども、それでも弛緩したとか緩んだ感じというのではないですね。なんとか良いところを見つけて褒めようと思ってるんですけれども、でもやっぱりこれ全体には冴えない演奏だという印象がある。ただこの録音、珍しいことに演奏後の拍手が入っていて、お客さんの反応は悪くない。会場ではいい感じに響いていたらしいのがわかります。そしてこの後、その6日前の9月25日、ストックホルム版の演奏を聞いてみました。本当に面白いんですけれども、これ、創物と言って悪ければ、同じ指揮者、オーケストラが6日間違いで同じ曲を演奏して、これほど違いが出るのかと目を見張る、かなり珍しい記録になっています。リズム感もフルトヴェングラーのオーケストラコントロールも響きの張りもよくもまあこれほどと言えるほどに違いがある。この25日のストックホルムの演奏を言い表すと、かっちりとフォームの決まった明快な演奏です。もうぐにゃぐにゃしたところがないんですね。この言葉はあまり好きではないんですけれども、ザハリヒでちょっとトスカニーニ的な意味の割り切りの良さがあります。10月1日の演奏が迷いと口ごもりだらけなのと対照的に、これはハキハキとした健康的な演奏です。不思議なんですけれども、どう聞いてもそうとしか思えない。第4楽章フィナーレなんか完全にそう状態の演奏です。テンポが速くなりすぎて、まあ、この速いというのも今の我々からすれば想定の範囲内なんですけれども、ウィンフィルであっても時々もつれがある。ウィンフィルでこんな激しい演奏ってこれだけではないでしょうか。これディスクに刻み込んだ形で残っている録音なんですけれども、それでもなおウィンフィルの特有の明るい音色感は聞くことができます。そしてこの後残っているウィンフィルとの第5の演奏って、1954年のレコード用録音 EMI 版だけですから、やはりこれは貴重な記録ですね。フルトヴェングラーが実演でこれだけウィンフィルを自分のペースに巻き込んだベートーベンの第5の演奏は、これが唯一のものだったということになる。こんな伝統的なオーケストラで指揮者なしでも調和の取れた演奏をやってのけてしまうのに、ここでフルトヴェングラーはまるで対戦中のようなベルリン復帰時のような畳みかけを聞かせてくれる。主にテンポの加速、フィナーレの基本テンポ設定の速さですね。それが特にフィナーレなどで聞かれる諸々のもつれやミス、これは決して演奏全体の価値を下げるようなものではありませんが、そうしたものが聞こえるところが我々の好奇心を刺激するんです。それだけに余計に6日後10月1日のコペンハーゲンの演奏がこれほどまあいわば鈍いものになっているのと対照的で興味深いんですね。一体何があったのか。私は空想も推測も好きですけれども、それはあくまで自分の中で楽しむべきことであって、むやみに公開することではない。曖昧な根拠のない推測、これまで何回と申し上げてきましたけれども、そうしたいい加減な情報はフルトヴェングラーに限りませんけれども、その演奏家の評価、業績を見ていく上で障害にしかならないからです。動画が始まってすぐにこういうことを言うのもまあなんなんですけれども、この9月25日の演奏、今回の動画で皆さんにまずおすすめしたい記録です。これ決してフルトヴェングラーのベートーベン第5の代表版ですというつもりはない。しかし、世評に比べてあまり重要視されていないような傾向があると思うので、ぜひ改めて聞いてみてくださいという私からのおすすめです。
さて、少しだけマニアック談義をしておきましょう。この9月25日の公演の記録、演奏会の本プログラムが始まる前のスウェーデン国歌、オーストリア国歌の演奏からコンサートのインターバルも含めて丸々録音が残ってるんです。その様子が全てレコード化されています。例えばこれ、ストックホルム公演の世界初出版となった、そしてコンサート完全収録の GC 版、これ誰が作ったものなんでしょうね。プライベート版です。今ではめったに市場に現れませんが、私幸運にもピカ版を入手することができた。こちらの動画でネットオークションでプライベート版詰め合わせを買った時に偶然その中に含まれていたんです。ただこのレコードの問題は収録ピッチがかなり高いこと。高すぎますね。ちょっと気になります。その点、このフルトベンガラセンターからの CD、 これ音響きとしてはややおとなしい落ち着いたものですけれども、これで聞くのもいいと思います。ただ第5交響曲に限りますと、やはり LP の方がダイナミックに聞こえるかなと感じますね。このコロンビア版はワルター教会原版ですから、この音源が CD になったものがミュージック&アーツ、このストックホルムコンサートはここでも丸々 CD になっています。あ、すいません、この CD にはシベリウスの伝説は含まれていませんね。これいつかご紹介したシベリウスのバイオリン協奏曲、あちらの CD の方に含まれています。このセットも良かったですよ。センター版よりもやや荒っぽいかなと思いますけれども、その分迫力が感じられる。ちなみに今回私はこのディスココープ版で聞きました。これ時々申し上げてますけれども、このディスココープ版って SP 復刻がうまいですし、ライブ音源も実は非常に優れもの。後になって出たレコードや CD、 時にはオーソライズ版よりもずっとしっかりした音である場合が多いです。このストックホルムコンサートもそうなんですが、残念ながら第3楽章の途中ですか、音質がちょっと曇るんですね。で、その度合いもアメリカ版と日本コロンビア版でちょっと差があるような気がする。それにもっと細かいことを申しますと、日本版は片面にベートーベンの第5全曲が入っている。ディスココープ版はそれよりは余裕カッティングになってるんですね。やっぱりこちらの方がより大らかな響きがするような気がします。こうした例がありますので、ディスココープのアメリカ版とそのディスココープをライセンスした日本国内版、同じ演奏音源であっても音の聞こえ方はもちろん、細かい修正や編集が違っている場合というのは少なからずあります。さて、続いてもう一つ、これも面白い記録です。1952年1月10日ローマイタリア放送のオーケストラを指揮した演奏です。これどうお話しすべきか、まずあまり評価の高い記録とは言えません。ローマイタリア放送のオーケストラというのは、まあ、トリノの放送オケよりはランクは上だと思いますが、やっぱりオーケストラのメカニズムとして冴えないところがある。RAIというのはイタリアの国営放送のことです。これ日本の NHK に例えると、東京には NHK 交響楽団がある。そして大阪支局や広島支局にも専属のやや小さめの編成のオーケストラがあるみたいな感じなんです。皆さん、チェリビダッキやオーケストラのメンバーが普段着でお客さんの前でベートーベンの交響曲なんか演奏している動画ご覧になったことありませんか？ああいう雰囲気ですね。戦後間もない1950年代という時期的な問題もありますが、やはりこれはサンタチェチリアのオーケストラやスカラザのオーケストラと同列に置くのはどうかなというところがある。当時はですよ。しかしオーケストラの実力に開きがあっても、そこでフルトベンクラーがどういう音楽作りをしているかっていうのは、それはそれで面白いんです。これについてはまずレコードの話から始めますと、この演奏はオリンピック版、そしてその日本国内版であるあのエーリヒ・クライバーのベートーベン2番が混じっていた全集、フィリップス版ですね、あれで聞いた方がいいと思います。実はこれ CD になっているおそらくほとんどのものが1980年代初めのチェトラ FE エディションからの音源に変わっています。これオリンピック版に比べても数段落ちるんです。これ日本のキングから出た FE エディションの国内版、そしてこれがイタリアのチェトラ FE エディションのオリジナル版です。つまり日本のキング系で出ていた CD もこの音源なんですよね。これオリンピック版に比べてややキンキンした細身の音がするんです。
フィリップス版には廉価版のフォンターナでこういったレコードも出ている。これフルトベングラー1926年初録音のベートーベン第5、そしてこのローマイタリア放送の演奏が組み合わされています。しかしこちらは LP1 枚に第5一曲ですからね、余裕カッティングです。こういう状態の音源であるだけに、なるべく質の良いもので聴いていただきたいんですね。他の CD レコードをお聴きになって、うわ音良くない、使用的価値としてしまうのは非常に残念なことだと思います。多分ご同意いただけることはあると思いますけれども、確かにこのオリンピック版、他よりもわずかでもあってもやっぱり音がしっかりしてますよね。こういうのってもう一つ一つ当たっていかないと本当にわからないもので、私自身もこの輸入版のオリンピックレーベルでこんなにしっかりした音が聞けるとは思わなかった。私子供時代におじから借りた日本フィリップス版のセットで聞きましたけれども、それがやがてイタリアのチェトロ版になり、キング CD になりという流れの中で、最初に聞いたオリンピック版がどんなだったかなんて次第に忘れてしまった。で聞き直してみて、あ、昔すでにこんなレベルの音で聞いてたんだと気づくことがあります。まあそれはいいですけれども、いやでもやっぱりこれオリンピック版で聞いてほしいですね。このローマイタリアのシリーズの中でもこの第5は最初に登場したものと後に出たものの差が大きいので、あと最近ではフルトベングラーセンターから DVD オーディオが頒布されましたけれども、これはデンマークのフルトベングラー研究家オルセンが所有していた音源ですね。これも良かったと思います。はい、演奏内容の方に移りましょう。最初の運命動機、これほとんど3連符ですね。パパパパーンではなくてパッパッパッパーンになっている。最初の8分9符の取り方がちょっと違うのではないかと思います。ま、この開始部分についてはそれこそ動画が1本できるくらいのいろいろな見解がありますので、アルグロに入ってからもテンポは落ち着き気味です。まあゆったりなんですけれども、しかしこれ先ほどの1950年10月1日のコペンハーゲンでの演奏に比べると、ゆったりながらアンサンブルが整っていて、それでいて停滞感がない、ゆったりなりに丁寧な演奏です。オーケストラの音色が明るいので深刻ぶったところがない。フルトベングラーのベートーベン第5としては随分リラックスした演奏に聞こえるのが面白い。収録音質も関係あるのか、これ皆さんがどう思われるのか興味ありますが、すごくリラックスした微笑みさえ感じさせる演奏です。少し詳しく申しますと、この破短調でスタートする第一楽章、途中に長調になったり短調に戻ったりしますけれども、長調の部分が非常に屈託がない、そして短調の部分にもあまり深刻さがないんです。だから悪いというのではないんですが、誤解を生むかもしれませんけれども、なんだかコステラネッツやポール・モーリアがベートーベンの第5を指揮したらこんな感じにならないかなとふっと考えました。すいません、これおちゃらけて言ってるんではありませんよ。第二楽章も似たような雰囲気です。しかしここに来るとゆったりテンポがリズムのキレにつながっていないところがあって、ここは少し物足りない。しかしレガート部分、弦楽器が切々と歌う部分なんかかなりムード的でいいんです。もしかしたらフルトベングラーが晩年カラカスで指揮したブラームスの第一番の演奏ありましたよね、あれと似たところがある。オーケストラの水準が、いやそういうよりもオーケストラがアマチュアオケのように頑張って弾いてるという楽しさがある。録音もダイナミックスの大きなものではないですし、この状態で聞きますとやや表面的というのか、変化の豊かさが鮮やかという演奏ではないです。昔ありましたよね、オートレベルコントロールのような感触の演奏です。それはダイナミックスが正しい正しくないではなくて、オーケストラの表現上のことですし、あくまで決してこの状態の良いとは言えないレコードで聞けたサウンドでのことです。第三楽章もきちんとまとまった演奏です。まるでこう守備一貫したテンポで正しく演奏することを目指したかのような演奏です。特徴は弱いですけれども悪いとは言えない。フィナーレもその進み方です。面白いのは他の録音には確か聞けないティンパニーの音の追加が数箇所あります。多分これはフルトベングラーではなくてオーケストラのティンパニー奏者のアイデアではないでしょうか。皆さんもきっとお気づきになると思います。
フルトヴェングラーは第5ではこうした追加をまずしませんでした。確かにこのローマ版もっさりしてはいますけれども、たるんでいるというわけではない。不思議な演奏ですよね。こういう傾向の第5という点では、フルトヴェングラーの記録の中でも特殊な部類で、かつ唯一のものです。もちろん貴重で音楽的にも見過ごせない意味や特徴がある。フルトヴェングラーには珍しく、聴衆というよりも、まるでオーケストラに、第5というのはこういう曲なんだよ、こういう構成なんだよというのを会場に居合わせた聴き手に説明しているような雰囲気がある。自分のペース、ベルリンフィルやウィーンフィルでやってのけたようなパターンに導こうという姿勢があまり感じられない。安全運転で、それでしかもかなり成功した演奏だと思います。これ、決して無視されるべき演奏ではないですね。滝に打たれる死後者系のフルトヴェングラーの演奏がお好きな方には、ぜひこの演奏も聴いていただきたいと思います。対戦中の演奏が修行者、雲水スタイルだとすれば、このローマ版、オーケストラのメンバーとのバス旅行、モノミユさんのようなリラックスした雰囲気が楽しい演奏です。さて、ではフルトヴェングラー最晩年、亡くなる9ヶ月前から半年前、三月ほどの間に残された演奏。まず1954年2月から3月の EMI によるウィーンフィルトのセッション録音。そして4月末から5月にかけてのベルリンフィルトのヨーロッパ内公演旅行、5月4日のパリオペラ座でのコンサート、そしてこのツアー後の5月23日の本拠地ベルリンで演奏した録音として残っている最後の演奏、これら3つの演奏についてお話ししていきます。この3つの演奏、フルトヴェングラーの亡くなる年1954年の演奏記録で、結果的にフルトヴェングラーの最晩年の演奏なんですが、もちろんフルトヴェングラーが自分の死を意識していたとは思いませんから、まあ、これも時々お話ししていますけれども、例えばこの3つの第5の演奏にどの程度その晩年ならではの特性が出ているのかっていうのは、実はなかなかに難しいものです。この1954年5月のフルトヴェングラーベルリンフィルのパリ公演を実際に会場で聞いていた吉田秀和さんの音楽機構を読んでみても、フルトヴェングラーはもう片耳右だったと思うが聞こえなくなってきていたそうである。実際舞台姿も随分弱っていた。僕は大岡さんとこの辺りがもう見納めになるかもしれないなと話し合ったものだなんて記載があります。実際フルトヴェングラーは1953年12月から翌54年の2月末のレコード録音までインフルエンザで長期休養していました。その期間にまたあと少しであの決まりきった生活に戻らなければならないかと思うとうんざりですなんて手紙に書いている。つまり指揮活動に戻るのを嫌がっていた。フルトヴェングラーは作曲をしたかったんですね。特にこの時期には第三交響曲を完成させようとしていた。しかし3月末にはベネズエラに客演、以後それまでと同様凄まじいスケジュールで指揮活動を再開します。結果として各地でのライブ録音も結構残っています。で、それらを聞いていきますと、確かに晩年ゆえのいかにも白鳥の歌と思いたくなる演奏もあるんですが、実際にはそうした演奏以上に逆に若返ったようなエネルギッシュで凄まじい表情を持った演奏の方が多いんです。ベルリンフィルに限ってもオーケストラの音はどんどん充実していますし、確かに対戦中の演奏のような基本のテンポ設定の早い遅いはあるかもしれませんが、最晩年の演奏だから集中力の足りない演奏が多いというわけでは決してないです。例えばベネズエラ、カラカスでのブラームスの1番、第2楽章などはいくつものフルトヴェングラーの同曲の演奏の中でも特に濃厚な表情を聞かせるものです。それから1954年3月30日シュトゥットガルトでのベートーベン第1とフルトヴェングラー自作自演の第2交響曲、これどちらも大変ノリの良い見事な演奏です。そして4月のウィーンでのマタイ受難曲も決して弛緩した演奏とは言えない。特にオルフェウレーベルで最近 CD になったのはかなり緻密な演奏です。そして4月27日ベルリンフィルのツアー前の演奏ですね。ヘンデル、ブラームスの3番、ブラッヒャー、シュトラウスのドンファン、そしてワーグナー、トリスタンとユトルデの前奏曲と愛の詩。これらはいずれも圧倒的な演奏です。ツアー中の演奏でもパリでのシューベルトの未完成、トリノでのブラームスの3番、ルガーノでのモーツァルトのピアノ協奏曲第20番などがある。これらは亡くなる半年前の演奏であるという正し書きがほとんど意味を持たない、ある意味で性の統一さえ感じさせる熱い凄みのある演奏です。
フルトベングラー生涯最後のコンサート、9月19日のベートーベンの第一交響曲の録音も、当時誰一人それがフルトベングラーの最後の演奏会になるなんて思いもよらなかったという証言を裏付けるような演奏です。これらの演奏、オーケストラからキレの良い響きが聞こえてくること、主にテンポですが、停滞がないどころか聞き手にぐんぐん迫ってくる。文字通りうねりや怒涛の迫力ですね。そういうものが感じられる。ま、実際には当時のベルリンフィルのメンバーが回想しているように、フルトベングラーは耳の聞こえの良い時とそうでない時で演奏の出来栄えがかなり変わったと言われています。ま、それを実証できそうな録音も実際にあります。我々はもちろん後世に生きるものとしてフルトベングラーの姿を歴史的に眺めることができる。フルトベングラーは1954年11月30日に亡くなりました。ベルリンでの最後のベートーベン第5はその半年前の演奏です。しかしここにはまた後ほどお話ししますけれども、およそ死の予感とは無縁の凄まじい生命力の燃焼を感じさせる熱演となっている。ここが興味深いポイントでもあるんです。さて、前置きはこんなところで残る3つの演奏を聞いていきましょう。まず1954年2月28日および3月1日に EMI にセッション録音された演奏です。レコード用の録音としては1926年の初録音、1937年11月の HMV 録音に続く3つ目のレコード録音、約16年ぶりのレコード録音ですね。もちろんその間には第二次世界大戦、スイスへの亡命、ベルリン復帰、1950年代に入って3度の大病があったり、一方でレコード録音の技術の進歩があって、フルトベングラーが以前ほどレコード録音を嫌がらなくなったという事情もあります。で、具体的に演奏がどのようになっているか、まず第一楽章冒頭からかなりの気迫が聞けます。それからこれ、今回の動画のために1950年の北欧での演奏、52年ローマイタリア放送との演奏を聞いたという個人的な事情もあるんですが、あまり違和感がなかった。例えばこの演奏、1947年5月のベルリン復帰の演奏と比べて同一指揮者の棒とは思えないほどと言われたりします。しかし年代を通して聞いてみると十分フルトベングラーならではの演奏です。基本ゆったりとした歩みのテンポです。それもこの第5だけではなく、この時の録音セッションで収録された他の曲、リハルト・シュトラウスのティルやドンファン、リストの交響詩前奏曲やワーグナー、ウェーバーなども聞いてみるとわかるんですが、曲によって多少度合いの違いはあるものの、この時の録音セッションでのフルトベングラーの姿というのが見えてくる。構えが大きくなっていますよね。オーケストラの音色は意外に透き通ったものです。あまり黒しいうねりだとか響きが熱を持ってまとまって飛び出してくる感覚ではなくて、本当にスッキリとした響きが聞かれます。曲の持ち味でもありますが、例えばこの時録音されたローエングリン第1幕の前奏曲なんて聞き惚れるしかない名演奏、名録音ですよね。そしてローマイタリアの時と同じく、フルトベングラーはあまりテンポのドラマティックな変化を聞かせません。じっくりとした歩みのテンポで音楽の構成、テクスチャーを聞かせようとするかのようです。これだけ聞くと、ああ最晩年の演奏だ、かつてのような活気がないと思われるかもしれませんけれども、コペンハーゲンやローマの演奏を聴いていると、これもまた晩年のフルトベングラーが時折聞かせたベートーベン第5の姿の一つなんだということに気がつくと思います。その意味で録音状態が良いことも相まって大変聞き物になっているのが第2楽章です。音楽的にはリラックスしたもので、なんというかこう晩年のカールベームみたいな演奏になっています。フルトベングラーのベートーベン5番の第2楽章は意外にリラックスした雰囲気の演奏が多いんですが、ここでも音楽そのもの、作品そのものに語らせようとしたかのような自然体の取り組みが聞けます。これ実はベートーベンの第5に限らず、インフルエンザに倒れる前、1953年12月のデッカ録音のフランクの交響曲を聴いてみると、やはりそうした傾向がある。もしかしたら晩年のフルトベングラーがたどり着いた新たな風格のあり方だったのかもしれない。なおのことレコード録音ではそうだったんでしょうね。第3楽章もテンポはゆったりですが適切な演奏だと思います。しかし最近ではやっぱりこのテンポで演奏する指揮者はなかなかいないんじゃないでしょうか。単に早い遅いだけの問題でもないんですが、オーケストラの機能といい、聴衆の思考といい、やはり今この演奏を聴いて違和感を感じるという人は少なからずいると思うんです。もう今ではベートーベン演奏に取り組む姿勢や様式感が変わってますから。ただそれであっても、例えば1947年ベルリン復帰の演奏のフィナーレなどには現在の聴き手にも伝わる熱気や迫力があるんですよね。フィナーレも同様です。例えば情熱や熱狂をテンポを変えないで表現しようとした。
響きの厚みや音のダイナミックスで表現しようとした感があります。それゆえの迫力は確かにある。ただこのテンポにはちょっとついていけないなという意見も尊重します。この演奏をフルトヴェングラーを知らない聞き手にどれだけ説得力を持って聞こえてくるか、私自身もちょっとわかりません。歴史的背景だとか、同じセッションでワーグナーやウェーバーのいくつもの素晴らしい録音がなされたことを踏まえたとしても、そして他のフルトヴェングラーの第5の演奏と比べても、他を圧する魅力、いや魅力というよりもパワー、存在感かな、ちょっと微妙な位置にある演奏なのは事実です。やっぱりレコード用の録音なのでお客さんいませんからね。ただこれ LP 初期から日本でも長らく親しまれた演奏です。録音状態もいくら正規のレコード録音とは言っても SP レコードであった1926年37年の演奏とは全く別のクオリティで聞くことができた。その意味で当時インパクトのある演奏ではあったと思います。さてこの録音についてもマニアック談義を少々。よく笑われるんですけれども、我が家の安物のシステムでは、例えばこのアメリカ版米 RCA 版なんかカラッと響いて自分は結構気に入ってるんです。これ以外にもイギリス版、フランス版、イタリア版、デンマーク版、スペイン版なんかいろいろあるんですが、やっぱり初期版を適切に再生するのはなかなか難しいですね。そして CD ですが、私はこのパテリファレンスの CD で十分満足していました。最初の東芝国内版の初版もいいですよね。海外の LP ではやっぱりドイツ版、ダカーポ版かな、音楽的に聞けますね。あとこれも話題になりましたね、イタリア EMI の紙箱セット。これ大工以外は今聞いても目の覚めるような音を聞けます。そしてこちらはもう定評あるものですね。今でもオークションで良い値段のつくものですけれども、これやっぱりいいですね。格の違う音が聞けます。素晴らしいと思う。異論はあるかもしれませんが、まるでマスターテープを聞くような豊かさがあります。途中にテープの接続があることまで聞こえてきますから。そして皆さん、今ではなおのことこのセットありますからね、これがあれば大丈夫だと思います。この後フルトヴェングラーがもう少し生きていたらステレオ録音に間に合ったかもしれないと思うと非常に残念です。さて続いて19日違いで演奏されたベルリンフィルトの公開演奏に行きましょう。まず5月3日と4日、2日間のパリ公演。この2日目の公演の演奏が録音として残っています。皆さんよくご存知のように、この公演、吉田秀和、大岡昇平、ベック・サラオ、それからおそらく八代亜紀夫と前住敏郎、遠山和之さんなどが会場にいて演奏を聴いておられます。で、先ほども登場した音楽機構で吉田秀和さんがコンサートの印象記を残している。ところが吉田さんが絶賛しておられるのは、もっぱら初日3日のコンサートについてで、せっかく録音が残っていて今聴くことができる4日の公演については、音楽機構以降ほとんど全く触れられていないままだった。この扱いちょっとなんというか不釣り合いなくらいですね。この5月3日のパリコンサートのプログラムって、ベルリンでの4月27日のコンサートと同一ですので、こうした CD で我々吉田さんがこと細かく論評しておられる印象をたどることができます。はい、パリコンサート2日目5月4日にはあの壮絶なシューベルトの未完成交響曲が演奏されていますし、メインはベートーベンの第5です。吉田さんが何か記述を残してくれてもいいんじゃないかと思うんですが、不思議なことに全く記載がない。これ全くの想像なんですが、5月4日に演奏されているブラームスのハイドン変奏曲、シューベルト未完成、ベートーベン第5って、ヨーロッパに行かなくとも当時の日本でそれなりの水準の演奏が聴けた曲目だったのかもしれない。それに比べて5月3日の曲目、ヘンデルの作品6-5、ブラームスの交響曲第3番、ブラッヒャー、シュトラウスのドンファンなど、なんというか吉田さんがフルトヴェングラーで初めて開眼した要素があった曲だったのではないか。その演奏があまりに見事だったゆえに、初日コンサートの記述がメインになったのではないかという気もします。まあそれは良いとして演奏を聴いてみましょう。今回私このフランス教会の通常 CD で聴きました。これ少々ピッチが高めだと言われる。この後に出たタアラ版の方が正しいと言われますが、まあ僅差だと思います。それになぜか私このフランス教会版の方がしっくりきます。そしてフランス教会はこの後このコンサートを SACD でも発行しました。第一楽章、さすがライブのスタートです。フルトヴェングラーの棒が分かりにくかったのか、タタタターンが5つの音が鳴ってしまってる、タタタタターンになってるんです。
意気込みはいいですよね。すごく期待させるスタート。ウィーンフィルトのレコード録音とは別物です。以前このパリの醍醐、疲れが見えてやや冴えないと思っていたんですが、そんなことはない。切り込み激しいフルトヴェンガラーがオーケストラを力強く牽引しているのがわかります。第二楽章すごく綺麗です。フルート見事ですね。オーレル・ニコレでしょうか。録音が良くなっていますし、全体がバランスよく捉えられている。特に弦楽器のビブラートが細かく聞き取れる。それによって旋律の可用性が強調され、それが音楽の生めかしさや歌い込みとして聞こえてきます。それから木管楽器が非常にクリアに捉えられているので、響き方、聞こえ方の面でちょっとルツェルンの第九の録音に似ています。この2楽章とてもいいと思います。これまで聴けたフルトヴェンガラーの演奏の中でも傑出した第二楽章。それも何というのか、カラフルで色彩感豊かである、録音状態が良いということが、これほど作用する例があるということで代表的な記録です。ベルリンフィルの音色が暗く重いばかりではないのがわかる。反面あまり潤いがないんですね。会場の響きのせいなんでしょうけれども、全体にやや明瞭に聞こえすぎてしまうっていうのがあるんですが、あとこのパリ演奏の第三楽章を聴いていて、私全く別のことを考えていた。ブーレーズやスイットナーがやってるようなトリオ中間部の後にもう一回第三楽章の頭に戻る、スイットナーの場合はギュルケ版の楽譜でしたっけ、あれが正しいんじゃないかっていう気がしたんです。このパリ公演のフルトヴェンガラーの第三楽章すごくいいです。こんなこと初めてなんですが、トリオを聴いた後にもう一回冒頭に戻ってほしくなる。音量が少なくなったコーダに入っていくのが物足りなく感じられたんです。ちょっとこんなことは私自身初めてでした。第4楽章フィナーレもものすごく目のつんだ明快な演奏です。ベルリンフィルの弦うまいですね。細かい動きがきちんと整っている、弾かれているのが聞き取れる。第1楽章は1950年代のフルトヴェンガラーですが、このフィナーレは1940年代のフルトヴェンガラーに近い。こうしたエキサイティングな音楽で舞台のフルトヴェンガラーがこれだけ若返っているのが面白いです。このパリ公演のような演奏を聴いていると、なんというか音楽演奏コンサートにおける一期一会ということを強烈に思い浮かべますよね。試みとしては面白いかもしれませんけれども、例えばこのフルトヴェンガラーの全12種類の第5の演奏、第1楽章だけを立て続けに聴き比べてもあまり意味が見えてこないんじゃないかと個人的には思います。フルトヴェンガラーは第1楽章からフィナーレまでを通して演奏していた。その日その場の聴衆に向かって提示していたわけで、正しい理解のためには楽章ごとでテンポがこう違う、ああ違うという議論しても得ることのできるものよりも見失うものの方が多いような気がします。さぞ驚嘆せざるを得ない音が会場には響いていたんでしょう。終演後の拍手と歓声は熱烈なものです。まあ、パリの聴衆ってそういうところがあるんですけれども、私自身がパリで聞いた一番激しい拍手はカルロ・マリア・ジュリーニがヴェルディのレクイエムを指揮した時でした。これはすごかったですよ。さてこうした演奏、旅行先の演奏だったわけですが、5月20日のマンハイム、21日のカッセルでの演奏会を終えて、1日置いた5月23日から3日間本拠地ベルリンで田園破断帳第5というプログラムを指揮しています。1926年フルトヴェンガラー40歳の時の録音から28年、この年の11月にこの世を去るフルトヴェンガラーの死の半年前の演奏ということになります。第一楽章パワフルではありますし、パリ演奏とは別の意味で録音状態が良いので細かい動きもよく聞こえます。この第一楽章テンポこそたるみはありませんが、決して突進型ではない。明らかに晩年ならではの風格が現れていると思います。かつての例えばベルリン復帰時のような突進型、聞く者に緊張を強いるようなフレージングではなくて広ぎがある、ちょっとした間合いだとかフレーズの変わり目の呼吸の取り方がすごく自在です。自分と一心同体と言えるベルリンフィルトの演奏、しかもツアー中に繰り返し演奏した曲ですから、オーケストラも戸惑いがなくすごく整っている。フルトヴェンガラーを先読みしている。見事な指揮者とオーケストラの共同作業を聞かせてくれます。パリ演奏で聞けた特性がさらに徹底された演奏だと思う。第二楽章すごく静謐な雰囲気が聞けます。パリ版もコンテクストが明瞭でしたが、このベルリン版、これまでのフルトヴェンガラーの第二楽章にも増して雄大さがある。
日の電演も素晴らしかったんですが、この時のフルトレングラーの演奏、スケールが大きいのに形の良さを聞かせる見事な演奏をしているのがわかります。特に第二楽章のこの変奏曲、折々に挟まれたフォルテ、競争のファンファーレの盛り上がりがありますが、この演奏ではどこかセーブされた感じがする。これまでの演奏ではファンファーレの音量はやや唐突に思われたものがあるんですが、この演奏は全体がややなだらかでさえあります。第三楽章、やはり一定テンポ維持傾向のある統率感のある演奏。フルトヴェングラーってあまりこの第三楽章に色を加えないですよね。レオノーレ第3番や第7交響曲第2楽章のリハーサルを聞いていても、実はフルトヴェングラーって正しく表情をつけすぎないで、歌いすぎないでとごく当たり前の指示しかしていない場合が多いんですが、この第三楽章は何もしていないというのとはもちろん違いますけれども、あまり作為が見えない、オーケストラの見事な機能美を際立たせるかのような演奏です。そして第三楽章からフィナーレへのトンネル抜けの部分、これ12種類の演奏の中でも最も決まった、徹底した、そしてそれが成功した録音に捉えられた例ではないでしょうか。クレッシェンド、そしてフェルマータ気味に引き伸ばされた後にズシンと波長調に入ってくる。なんか聞いていて、ああやっととフルトヴェングラーの意図が見えた。いえ、それが確かに録音で捉えられているのを感じました。その後もこれ見事というほかありません。踏み外しのない、まあ、変な言い方ですが、コントロールの効いた高揚感がある。後先見ない、その場で思いっきり燃焼、飛翔させるという迫力ではなくて、こういう堂々とした感覚が聞こえるところが、強いて言うなら晩年のスタイルと言えるかもしれない。はい、このベルリン版の演奏ですが、私最初に聞いたのは日本フルトヴェングラー協会が発行した CD でした。それ以前1986年の秋でしたか、都心のいくつかの輸入版店にこのドイツ協会のハンプ LP が広告されたことがあったんですが、あるショップに電話して問い合わせたところ、1セット2枚組で1万円だと言われまして、中学3年生にはちょっと大きな額だった。そんなこんなでこれは諦めたことがありました。それから市販版 CD にはノバエラ版、ハントアルカリア版なんかがあったと思いますが、これはちょっとどうかな。正規版としてはこのようにターラが CD を出したことがありましたが、この最初のセットはものすごいギミック音で、まあこれで聞くと相当な迫力を持った演奏に感じられますけれども、ちょっとこれはやりすぎだと思う。もうザラザラギラギラしたものすごい音になっています。この後ターラはオリジナルにより近い適切なマスタリングで再発売しています。で、今ではアウディーテが1950年当時の76センチのオリジナルテープからの復刻で素晴らしいクオリティの CD を出しました。個人的には今聞くとすれば、まあ、この CD でしょうか。でもこのドイツ協会の LP もすごくいいんですよね。音楽的に豊かに聴けます。そしてこちら、日本のフルトヴェングラーセンターが最近発行した CD セットですが、ここではデンマークの研究家オルセンが持っていたコピー音源が収録されています。響きの傾向としてはこのドイツ協会版の LP を聴くような、もう音楽そのものに集中できる自然な音を聴くことができます。ちょっと寄り道しますと、このベルリンでのコンサートの後5月30日に
フルトベングラーはウィーンでシューベルトプログラムを指揮している。これをおそらく岩波新書フルトベングラー巻末の対談で紹介されている丸山正夫の友人が聞いた演奏会ではないかと思います。そして6月に1回スイスロマンド管弦楽団を指揮し、その後は7月末のザルツブルク音楽祭、そして8月にはバイロイトで2回目のバイロイトの大工を指揮し、その後またザルツブルクに戻っている。さらにフルトベングラーはその後9月6日にフランスのブザンソンで ORTF フランス国立放送フィルハーモニー、これは現在ではフランス国立管弦楽団と名前を変えている当時フランス随一のオーケストラで、コリオラン、田園、第五というプログラムを指揮しています。フルトベングラーの耳の状態がどうだったのか分かりませんけれども、これ結構いい演奏になったのではないかという気がします。これこの時期のブザンソンでの演奏ですから、間違いなく音楽祭ですね。この頃にも指揮者コンクールがあったのかどうか、私が参加した1999年、2001年はもちろんブザンソンの音楽祭と一緒でしたし、小沢さんが1位になられたのは1959年のコンクールですから、フルトベングラーがこの地に客演して5年目のことだったことになります。こうして合計12種類のフルトベングラーが指揮したベートーベンの第5交響曲の録音を聞いてきました。その上でまとめとして印象に残った演奏を挙げますと、まず1926年のポリドール録音、これピッチを少し低めに取った復刻を聞くと、もうすでにして後年の演奏に通じる確たるフルトベングラーの刻印を聞くことができます。私どう考えても戦前のベルリンフィルが使っていたピッチは435から438くらいだったと思う。そしてウィンフィルはそれよりもやや高めで440くらい。そしてピッチというのは意外におおらかなもので、今日はやや低めで取る、高めで取るという僅差の間の揺れ変化もあったと考えています。そして全体的にフルトベングラーの演奏する第二楽章はまるで作品を静観するようなやや大人しめの演奏になっていること、そしてやはり実況録音には独特の打ち込みを、あえて言えばレコード用の録音では聞けないその時その場限りの感情の高まりが聞けること、そして晩年になっても情熱を失わず、およそ死の影など感じさせない生命力、その生命力が音楽のバイタリティにつながっているパワフルな演奏があること、時には普段自分のトレーニングを施していない客演先で思いがけぬ表情を持ったユニークな演奏を成し遂げていること、聴き手が何を見出すかによってそれぞれ聴きどころのある12種類の演奏は我々聴き手の姿勢を映し出す鏡でもあるのではないか、私自身どういう理由によったのか、かつて弛緩した演奏だと思っていたパリ公演の第5がこれほどの厳しさと見事なコントロールを持った演奏だとは思いませんでした。フルトベングラーにはまだまだ新たな視点で聴いていく可能性がある。未だに半世紀前の名盤ガイドを信用していたとしたら、1947年のグラモフォン版と54年の EMI 版だけ聞いていれば良いことになる。もちろん1943年大戦中の演奏を挙げる方もあるかもしれませんが、ストックホルムでの素晴らしい演奏、ローマイタリア版ののどかな演奏、パリ演奏、最後のベルリン演奏には放置できない魅力がありました。どうぞ皆さん、既存の論評によらない、批評にこだわらない、自分なりのお気に入り、自分なりの名演奏を見つけ出していただきたいと思います。フルトベングラーの定番中の定番レパートリーであり、正式なレコード録音のセッション録音も3種類、ライブ音源が9種類と、フルトベングラーが一つの曲に対してこれだけの異演奏、異なるバージョンの録音が残っている例は他にありません。そしてフルトベングラーの代表的レパートリーのトップ3には必ずこのベートーベンの第5が入ると思われる。これだけ演奏家と音楽作品が一体化した例っていうのはちょっと例えるのが難しいんですけれども、トスカニーニのヴェルディとか、ブルーノ・ワルターの指揮したモーツァルト、クナッパーツ・プッシュのブルックナーやワーグナー、メンゲルベルクのチャイコスキー、はたまたグッドウォールの指揮したワーグナー、ムラビンスキーのショストコービッチ、クラウディオ・アバドのアルバンベルク、そうしたあるレパートリーに傑出した他を寄せ付けぬ偉大な演奏を残している演奏家と、そして作品の結びつきですね、この演奏家だったからこそこの曲の進化が伝わるというようなインパクトと説得力がある、
そんな取り合わせだったんだと思います。そしてエコヒーキではなくフルトベングラーと同時代の他の偉大な指揮者たちのベートーベンの第五、もちろん素晴らしい演奏、それぞれ個性あふれる名演奏がたくさんあるんですが、ベートーベンの第五という音楽にこれほど重厚なドラマを持ち込んで壮絶な起承転結を感じさせる演奏をしたということでは、フルトベングラーはあの時代にあって傑出している、そんなことを思い返しました。その魅力に取りつかれて我々もフルトベングラーの演奏を聴き続け、少しでも良好なクオリティのディスクを探している。今回フルトベングラーの12種類のベートーベン第5を聴き直したことは私にとっても非常に良い経験となりました。はい、というわけで2回にわたったフルトベングラーのベートーベン第5演奏解説、これで本編おしまいです。来週はベートーベン田園交響曲の演奏を紹介いたします。高評価お願いします。